今じゃ将軍は町のぼ王都警護隊のコル着いた。何事もなく。フロストベータの時はここいたね、最初。で、そうだ、別の武器。今日はどんな武器が欲しいんだ？おお、ある。多分こっちの方が強いよな。値段も結構するな。オベリスク。ちょっとこれと。スクラマサクス。また寄ってくれ。で、クロスボウも使わないから売ろう。ダガーはマックス強化してるからそれなりに強いけど、スクラマサクスがデフォでこのステータスなら強化したらもっと強くなるでしょう。で、どうしようかな。メイスにダガー、ダブルダガーにしちゃおう。ガソリンは貴重品。フロント、毎度どうも。あ、ここでも髪型とか変えるんだ。金のピアス、あ、金の棒ピアス。ありがとうございます。ここで武器強化できるのはどこだろう。あ、これもショップ。いらっしゃいませ。ごゆっくりご覧ください。あ、素材変えるんだ。またいらしてくださいね。クローズネストダイナーだけど手にいる。いらっしゃい。うわ、うわ、ケニー。うわ、ケニー、ケニーだ。しかもこれフルコスチュームだ。これ欲しいな。たっけ。5万7000ギルか。どうも、また来てください。でもこの着ぐるみ着たら中身の人もわかんないじゃん。ケニーはお休み。ルナフレーナ様が生前に足を直してくださったのでここまでたどり着けました。本当に感謝してるんです。はい、武器強化の人を探してるんだけどいないんかな。シドウはレスタルムにしかいないからここじゃどうにもなんないか。そしてこっからクエストを受けれるわけでもないな。誰かいる。他人を蹴落とし利益を求め成功だけを追ってきた。その末がこれとは。ツケは回ってくるもんだな。あ、ツケというかこれアーデンのせいだけど。とりあえずここ行き来できるようになったってことか。素材化を。ゆっくりご覧ください。ありがとうございました。じゃあひとまず帰る。素材は見つけてこれたか。さて帰ってきて素材が大量にあるからね、バンバン強化しちゃおう。
よし、もうマックス改造しちゃったけど、基本的にまあパワー重視にしてる。ただ強化して別の名前の武器になったのはタチだけだったな。また来な。上限が設けられてる。どうしようか。でもだいぶ電気使っちゃったけど、まあでっかい拠点に今電力供給してるから、今度はうん、メルダシオ教会本部目指すか。そうしよう。メテオよろしくね。はいはい。私も負けていられませんね。ではまた。どちらを受注しますか。で今オフラインになっちゃってるから AI マッチングやっていこう。これやるか。助かります。どうかお気をつけて。ほい、来た。あ、これ防衛クエストだっけか。レシタルムに通じるトンネルだ。さあ、買った武器使うぞ。あ、強い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 、全然強い。あ、リーチ投げ。じゃあもうどんどん先行って切りに行けばいいんじゃねえか。おお、強え。あ、待って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 。で、そうだ、サンダー効果もついてるはず、これ。あ、待って、マジで無視していっちまう。待て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 。あ、そっか、 MP 回復できる空間がないんだ、これ。まずい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 。あ、止まった。待て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 、そっちじゃない。バイコーン。よし、五分五分で仲間に任せよう。待って、無視すんな。お、あ、クリアしたか。お疲れ様でした。お待たせしました。しっかり食べて次に備えてくださいね。新人でここの見張りに配属されたんですが、さっきから嫌な感じの地震があって。でも見張りは私しかいないし、あの、すぐ戻りますので、ちょっとの間見張りを代わってもらえませんか。いいけど、確実にモンスターがやってくる、これ。戦えるんだろ。ほら、来るよ。なんでアラネアがいるの。いや、何これ。このランス強い。でもちょっとダガーも使おう。あ、こいつ死骸呼ぶんだ。
わ、しかも増えるんだこれ。魔法で一掃できない弱すぎる。アラネア頑張れ、一回回復して。おお、隠れるとこねえな。あ、これオートワープみたいのがあるんだ。ランス MP 消費しないもんな。え、こいつら攻撃力高え。あ、カン拾っとこう。あ、拾えない。こっちやんねえと。よし、オッケー。ひとまず追い払いだみたいな。にしてもあんたたちなかなかやるじゃないか。今のうちに壁の補修を。資材は向こうに置いてある。急いで。こんな街の真ん前でこんなの湧いたらやばいでしょ。その紋章、ルシスの王の剣でしょ。王様の力を借り受けた戦闘に長けた特殊部隊。ま、手空いてる時でいいからさ、死骸どもの相手もしてって。はい、そっち行ってもなんもないけど。この支給所でアイテムがもらえるってのはいつだ。さて、今日はどうする？今4910kW。上を目指していきたいところだけど、こっちから行ければいいんだけど、そっか、道がつながってないのか。なんかクエスト増えるやつ。また光が増えるね。ウィンテルのシルベ。やってみよう。仲間にもよろしく。これからの活躍も期待しています。ナーガだ。そちらですね。無理はなさらずに。おお、これはどこだ。ゴブリン。あ、ゴブリンはもうちょちょいのちょいで。これが強えわ。この武器買っといてよかった。まあ、強化したからかもしんないけど、オートシフトが便利。帝国の船か。あ、なんかある。肝臓かこれ。ゲット。おお、なんか重いな。よいしょ。まだゴブリンか。ほい。あ、うわー、気持ち悪いやつ出た。出た。こいつよく見たわ。あの脅威系ダンジョンで結構見たわ。オッケすげえ。元からリーチ長い武器なのにどんどん敵側にワープする。こいつキモいから早く倒しちゃいたい。
いてててて。いや、攻撃が激しくてめっちゃゲーム重たい。こっち倒しちゃおう。あ、池の上だから雷効果めっちゃ有効じゃん。よし、ナーガだ。でっか。雲なかった。そんなにでかくなかった。だが使おう。あ、こっち有効的だ。ほら、キレキレキレ。連続攻撃ができるからランスよりこっちの方がダメージ多い。ナーガの鱗もこれは武器材料にできるんだ。武器強化材料にできる。あとこいつ、待って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 、めっちゃスパム感落ちてるけど、ナーガは食えはしないだろうな。食いたくね。よし、あ、飛空艇を狙うってことはこれを落としたのかな。ナーガで何よりです。さあどうぞ。味付けはオート流を基調に少し工夫をしてみました。レベル6。よし、それじゃあ今回この辺にしよう。まだまだその電力供給ラインがね、増えていくと電力圧倒的に不足してるから、動画外でどんどん電力集めて、動画では供給ライン広げて、いろんなクエスト増やしてやっていこう。こんな5000ポッチじゃ全然足りないもんな。で、今これ仮に電力貯めてつなげたところで意味はないよな。そのうちショートカットした方が都合がいいっていう供給ラインがあるのかもしれないけど。それじゃ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。